ニューヨークマーカンタイル取引所。ニューヨークマーカンタイル取引所は、シカゴマーカンタイル取引所グループの、アメリカ合衆国ニューヨークにある商品、先物取引所である。ニューヨーク商品取引所は、ニューヨークマーカンタイル取引所参加の商品、先物取引所。なお、インターコンチネンタル取引所参加にも、現在は、アイスフューチャーズ US という名称だが、かつて、 ニューヨーク商品取引所と呼ばれていた取引所があり、これは別の取引所である。ニューヨークマーカンタイル取引所と商品取引所が2つの主要な部門である。かつて別々であったが合併された。かつて親会社である NYMEX ホールディングズ、インクは2006年11月17日からニューヨーク証券取引所に上場していたが、 2008年8月22日に、シカゴマーカンタイル取引所の運営会社である CME グループによって買収され、上場廃止となった。取引所は19世紀の中頃、商品売買を容易にする目的で、街中の市場を組織化したのが始まりだとされている。市場は、売り主、買い主ともに対し、商品に関する品質、企画、ビジネスルールを設けた。 1800年代後半までには約1600もの市場が港や鉄道の駅周辺に起こり1872年にはマンハッタンの落農商人たちが集まってニューヨークバターチーズ取引所を蘇生。まもなく卵の取引が主要ビジネスへと存在感を増したことからバターチーズ卵取引所に名称を変更。1882年 ドライフルーツ、缶詰、鶏肉の取引が開始されたことから、最終的に名称を、ニューヨークマーカーンタイル取引所へ変更。20世紀前半には、ニューヨークやシカゴといった主要な倉庫街のある都市では、小さな都市の取引所から正規を譲り受けることとなり、その結果、小都市の取引所は消滅していった。百三十三年に、四つの中古取引所である。 国家金属取引所、ニューヨークゴム取引所、国家キート取引所、ニューヨークハイド取引所の合併により、コメクスが設立された。1994年8月3日には、ニューヨークマーカンタイル取引所とコメクスは、ニューヨークマーカンタイル取引所として、最終的に合併。現在、ニューヨークマーカンタイル取引所は、2つの立会場を、 マインハッタンの商業地区、ワールドファイナンシャルセンターに置き、取引を行っている。2008年8月18日には、シカゴマーカンタイル取引所との合併に関する議案が、株主総会で承認可決され、CME グループの参加に入ることとなった。ありがとうございます。